医者なき神社は、大阪府水田市にある神社、縁起式神明町の島下郡の城に、医者なき神社が2座あり、その一座とされる縁起式な医者である。なお、もう一座は、最寺にラニ氏医者なき命を祀る同盟の神社だと、言われる。友の信友は、もともとは当地に、医者、ナビ人の実が祀られていたが、上岸から縁起に、医者、ナビ人が、当社に勘定されたものと交渉している。 社殿によると、有楽天皇23年に、伊勢神宮の五木の宮である巫女、山と姫命の死境によって、岡本豊足巫女が五柱の高大臣を奉仕する地を探し求め、付近の小川谷の地に祀ったという。当初は、姫宮社と呼ばれた。忍術二年に姫宮を、高庭山に移す。上岸元年から上岸十五年の間に、祭事社から、伊沢名人を勘定する。 上岸15年に社名を姫宮から五社宮に改名する。江戸時代には一般的に五社と呼ばれていた。官営13年に本殿、拝殿を建造する。1870年に現在の社名を清称としている。1873年、合社となる。1911年に山田城の土山神社と天馬神社、大名墓地神社、 および山田下の天馬神社を境内に合併、移転、年代順に並べると、山田当社の社歴は、有略天皇23年に小川谷に、姫宮が創建任時2年に姫宮を、高庭山へ千座上岸元年から上岸15年の間に、祭事者から、イザナミ人を勘定上岸15年に社名を御社宮に、改名となる、祭人と同じ神を勘定することはないため、勘定により、 主審が変わったと思われる。当初の姫宮に祀っていた主神が誰であったのか。現在では、姫宮が存在したという小川谷の場所すらも不明だが、山田当社の東南にある、山田商船公園にその名を残し、公園の隣には現在でも小川が流れる。かっての下流域にあたる貸切山交差点付近には、大宮木橋、課題人目標があり、大神木神社と隣接する。 大神木神社考察この大神木神社の社殿には、有略天皇23年に、アマテラス大臣の信託を受け、大神木神社が創建されたとの経緯が記されており、それによると、アマテラス大臣の信託により、豊い家大臣を丹波国から伊勢国に遷宮する途中、当地の大神木にカり宮を建て一年余り鎮座したとある。 その仙宮の都寺摂津国三島豪大神木に奥宮を建て年余りに渡り住居され今は大神木神を一人となられるも社殿に見える大神木神社の創建が姫宮と同じく有楽天皇23年であることから仮九首を再び採取して姫宮になったのであろうこの辺りの古地図にはアジフルーへの地名があり 古くはこの辺りに巫女神と呼ばれている地域があったことが伺える。巫女とは神に奉仕する女性を言う。イザナミ人は、イザナキ神との夫婦神で有巫女神の名にはふさわしくないように思える。一方、豊池大見は、天照大臣の宮寺を司る諸屈神で、有巫女神の名にふさわしいように感じる。巫女神とは、豊池大臣を指したものであろう。 味古上の地名がいつ頃からあったのかはわからないが、三子神が、豊ゆ大臣を指し示す以上、勘定前には存在したに違いない。ここからも姫宮の主身が、豊ゆ大宮だとわかる。山田当社の社殿には、伊勢神宮の西宮王女、山和姫のご指教により、岡本豊、足彦が御柱の神を奉仕するべき霊地をこの地に、定めた。その経緯により、伊勢山田から名を移し、 山高原と称したとある。しかし、この社殿の経緯は次の点で、いささか怪奇的である。神話にも、伊勢の山高原と伊者なき神、伊沢波神を結びつけるものがないこと。五社のうち雨の小屋根の命と天根をしくまこん命は、藤原氏の氏神であり、伊沢波神とは何の接点もないこと。古代において、たとえ皇族であっても皇族が他の皇族の氏神を祀ることはないこと。 有力天皇の時代は、桂木野氏や大友氏、小瀬氏が台頭しており、これらの豪族を差し置いて、当時弱小豪族だった藤原氏の氏神を祀るなど、あり得ないこと。おそらく社殿は勘定後に、藤原氏により改ざんされたものであり、本来の社殿は、伊勢神宮の西宮王女、畑美姫王女のご指教により、岡本豊、足彦が、豊い家大臣を奉仕するべき霊地をこの地に定めた。 その経緯により、伊勢山だから名を移し山高原と称したであろう。伊勢の伊勢山田に鎮座するのは、豊ゆ大臣であり、伊座の未人ではない。姫宮の主審が、豊ゆ大宮だからこそ、戦宮先の伊勢山高原の地名が移されたのであり。逆に言えば、山、高原の地名が移されたからこそ、姫宮の主審が、豊ゆ大臣であることを物語っている。小川谷にあった姫宮は、 伊勢仙宮後の仮休止を有楽天皇23年に再び採取した元伊勢であり、出身は、豊池大臣である。すなわち、山田当社の本来の出身は、豊池大臣であった。太古新予巡行、新明朝交渉、摂津氏、摂津名所杖、大阪府全市ング大阪府ホームページ、不指定の文化財一覧。ありがとうございます。